どうも隊長でございます。夢幻影会次行きましょうということで、今からハニワと遊びたいと思います。意味わかんないよね。俺も意味わかんない。んこれハニワ、あった、うわやだ、もうこのトラウマな、何、いやーキュ、最終章でやっぱりこんな感じのことなんかやりそうだなと思ってたけど、やっぱりできた。やっぱ最終回は盛大にやらないといけないもんね。そうだよね、お母さんラッシュか、うん、頑張るよ。ちなみに、まあ私とお母さんとの何成績はなんだろう、2敗の3、お母さん、やっぱりここ夢の中、あれ戦わないんかい。なんだよ、てっきり戦うのかと心の準備してきたんだけど、誰ですか。そうか、その思い受け継ごう。助けてやらなくて悪かった。人間、女の子だ。また子供、迷子か。失礼な、迷子はお前だろ。いや、俺は別に迷子じゃない。どこをどう見ても迷子だろ。ちょうどいい、このまま帰れ。は？いや、俺は帰るつもりはない。なんだと、のたれ死にたいのか。いや、そんなつもりはない。いいからこっちに来い。あ、行っちゃうの？いいの、行っちゃって。帰りたい、帰れない。うわっ！もうビビらねえぞ。誰かいる。もうビビらねえぞ。おい、なんか女の子が、行くぞ。あれ、家の中、なんだここ、見覚えが。なんだ、ホラー感が前作前々作以上に増している。ん、奇妙だな。え、それだけ。冷蔵庫なんかない。お揃いのマグカップはしまわれている。冷蔵庫、冷蔵庫、中身はない。暑いからアイスでも食いたいな。お決まりのテレビとかない？大丈夫？よし、上行こう。上行くぞ。もう何、マップを移動する際が全部怖いわ。あれ、ああ、壊れてしまった。なんか喋ってる。曲か。ちょっと暑いから若干窓開けさせて。壊れてしまった、壊してしまったんだ。誰だ。彼女だけが俺の全てだった。彼女だけが俺の生きがいだった。彼女だけが。お前まさか。俺を覚えているか。ああ、そうだよな。忘れることなんてできないよな。俺が憎いか。誰だよ。無力な自分を惨めに思うか。どんなに手を伸ばしても彼女には届かない。
どれだけ笑って見せても彼女は笑い返してくれない。もう彼女は動かない辛いんだ。お前もそうだろ。俺にはわかるよ、お前の気持ちが。なんてな。見てたんだろ。お前はずっとそこで見てたんだろ。何もできなかった。救えなかった。そうだろ。このお前も壊してやるよ、彼女のように。もういい。動かない。しっかりしろ。やっぱりそうだ。いて。こういう時はね、なんとダメだろっていう選択肢の方が意外と良かったりします。消えた。まったく、これはデジャブか。俺が夢を見ているようだな。皮肉かよ。でもありがとう、助かった。一旦ここを離れるぞ。ここはお前にとってはかなりまずい場所だ。あー、猫だ。猫がいると多少安心できる。ただこれ彼女の頭、手、これ何、腰か、お尻の部分ですね。やめなさい。何、今度は笑ってる。はあ、こうやってこの世界は私たちを苦しめていく。はあ、なんだろう、右左、あ、右はいけない。あ、いける、あ、いけねえじゃん。前にまっすぐ進みます。少し休む。いいよ、休むよ。話すの、あ、そういうこと。気づかれした感じ。そういえば影猫はどうやってここへ。ここを行き来するくらいできる。お前らと持ってる力が違う。そうか、助かったよ。あの男はあの時の夢の記憶か。そうらしいな。おい、どういうつもりだ。死にたいのか。お前はそこまでバカだったか。ちょ、待ってって、落ち着けって。お前は落ち着きすぎだ。少しは自分の置かれている立場を考えろ。わかったから。爪は凶器になる。早くしまえって。次は聞かんぞ。どういうつもりだ。悪い、少し焦ってた。何、また裏返った。何にだ。最近また夢を見た。もう見ることなんてないと思ってたけど、ベッドの中で彼女は寝ているのだと思ったけど違った。まるでそのまま。なるほど、それで賭けか。可能性の世界では自身の意識や記憶を影として形をなし、現実世界の自身の魂とこの世界の影を結ぶことにより夢を見ることができる。ただ可能性の世界で現実と夢とつないでいる魂が途絶えてしまったとき、死の淵に落とされる。昔聞いたな、そんな忠告。それでここが死の淵。ここはどこなんだ。中国と言いながら、よくもまあ勝手な行動ができたものだ。簡潔に言えば、あの世の一歩手前だな。闇の世界のさらに奥底、あの世ともつながっている死の空間。ここでさらに落ちれば、お前たちはもう帰れない。死の空間。だから彼女を見たとき、違和感を感じたんだな。ずっとこのまま目を覚まさない気がして。お前の大切な人がここにいるとは限らない。あるいはもう影猫。
大切な人を失いたくないんだ。あの時のようにただずっと見てるなんてだけなんて嫌なんだ。分かったからさっさと行くぞ。度胸は認めるが、お前はやっぱりガキのままだな。まあ、整理するとあれだよね。あの何、一番最初なんか黒い影のハテナハテナハテナ、あれがヒカルで、ヒカルは千景ちゃんがその可能性の世界に入ったまま死んじゃってる、ベッドで死んじゃってる夢を見たっていうことだよね。最悪のパターンを見た。で俺はその千景ちゃんが見ている夢の中に俺も入ってやるっていうことで今ここにいるっていうことなんだよね、きっと。ということで行こう。カカシ先生。ああそうだね、ずっとこのままがいい。どうせ行く場所も帰る場所もない。そう、ここは闇だから。はあ、なんか変な生物がうろついてるんだけど、いけねえし。何？あー狼。ああもう忙しい忙しい。まあまあ、おっぱい。左？あ、いけない。じゃあこっちか。なんか縄張りみたいの持ってるよ。邪魔だな。はぐれ狼。なんだお前ら。その先に行きたいんだけど、通してもらえないか。何？さてはオイラの餌を横取りにしに来たんだな。餌？あっち行け。これは俺様のだ。影猫、なんとかできないのか。他に進む道はないし。なんとかしていいならするが、ことは穏便に済ませたいものだ。餌か。餌？あれじゃねえの？あれ。餌？あらいいところに。え？ちょうど猫の手も借りたいと思っていたところなの。なるほど、猫ね。ちょっとお手伝ってくださらない？手伝う？子供たちと少しばかり遊んであげてほしいの。一番下の子を寝かしつけたいのだけれど、お兄ちゃんたちが騒いでしまって。少し遊んであげたら静かになると思うのね。お願い。はあ、お礼はするわ。よろしくね。猫の手を借りたいらしいな。頑張れよ、影猫。何？影猫がやるの？あ、子供猫。あ、猫ちゃんだ。おいしそう。逆に食っていいか？ひゃー。影猫。ねえねえ、お兄ちゃん。僕の描いた絵見てみて。え？うん。僕お絵描き好きなの。そこの絵見てみて。何気普通の絵だった。どうやって描いたんだろう。肉はわかるが、この数字何の意味がある？数字？僕が描いたお肉の数数えられるんだろ。あ、だよ、すごいだろ。あれ、このお肉って何番目のお肉だったっけ？どれ？この大きいお肉。あー、気になる。お兄ちゃん何番かわかる？あ、どういうこと？ 3？ 違うみたい。え、どういうこと？あー、はいはいはい。これ何？何の法則？88から98の間だとは思うんだ。6、68、88、89だ。だってあれですよ、あの左から06ってきてるでしょ。そして次のフランクフルトは前の数字の6で8になってるので、次のサーモンは88っていうわけよ。だから次は
その次の数字、ステーキかなの9と前の鮭の数字の8で89だと思う。あれ自信たっぷりに言ったけど全然違かったんだけど、ちょっと待って、他の狼行くか。なあなあ兄ちゃん。なんだ。俺宝箱見つけたんだよ。へえ。でもよ、鍵かかってて開かないんだ。兄ちゃん、このメモに書いてあることわかる？どれ？ ABCDGHLNBF3 バトルフィールド3かな。違う、 KY。 あー、どういうこと？ ABCDEF AB に ABCDEF 6234、違う、ん ?623。 あー、多分分かったぞ。あのアルファベット順でまず A と B で、 B が2番目ね。で F が ABCDEF6 番目なので、2と6で割ると3。これでいいと思うんだ。ただね、これいちいちメモしないとめんどくさそう。なるほどね、まあ、そういう謎解きと、最後、私ね、サスペンスドラマが好きなの。は？崖で犯人を追い詰めるあのシーンがたまらないわね。狼ってテレビ見るのか？いや、そもそもこの世界に公共電波が存在するのか？じゃあお兄ちゃんたちに問題ね。いきなりだな。あるアパートの一室で女が一人殺されていた。鑑識の報告は以下の通り。1、女は左手に睡眠薬の空き瓶を握っていた。2、女はベッドの上で冷たくなっていた。3、部屋からは遺書らしきものは発見されていない。さて、この女の死因は自殺か他殺か？はあ、ここで裏を書いて自殺っぽいけど、いや他殺だろうって言うと間違いって言われそうだから自殺。バーカ、違うよ。あれ、消え去った。消え去った。消え去っちゃったけどいいの、あれで。まあいいや。はい、謎解きは答えを出してから、次回続きやってみたいと思います。はい、ということでですね、よかった、今回の動画が良かったという方、良かったらチャンネル登録、高評価、コメントなどぜひぜひ。それではまた次回の夢幻影会実況プレイでお会いいたしましょう。それではまたね。チャンネル登録やコメントお待ちしております。また公式サイトやツイッターもよろしくお願いします。ではバイバイ。